ワイフリーダムアコースティック野外ライブザ・野外ということで、まあ、先週もこちらは告知しました通りですね、ザ・野外というイベントはですね、8月中は毎週日曜日開催しておりますということで、また今週もですね、次の日曜日15日ですかね、こちらも開催し予定となっております。時間は書いて、前ね、時間は多分、はい、前回と同じだと10時からなんですよね、はい。ただまだ完全に決まってない決まってないということで、はい、まあ、今回はこれを仕切ってるのが君っちょということで、ね、そうですね、はい、君島大輔さんのホームページの方にですね、まあ、詳細は載ると思いますんで、はい、こちら行ってもらえればいいと思いますんでね、はい、とですね、ひたすら国道4号線を走っていくと結構目立つ建物がありますんで、はい、はい、これ皆さんに聞こえてるんですかね。さあどうでしょうか。ですね、こちら別のパソコンで見るとですね、はい、流れていることになっています、はい、リスナー数も結構いるような感じがしますが、まあ、ちょっとチャットの反応を見たかったんですが、はい、まあ、復活してますねっては書いてあるんですけど、音声届いてますか皆さん。あ、復活してますねと言って、はい、音声届いてるかな、皆さん、皆さんどこまで話を聞いたかを言ってもらえないと、ね、あ、届いてますということで、よかったよかった。私どこまで言ったか、ですね、みんな聞いたのかなって、聞こえな、はい、音声が小さくなったような、ああなるほどね、あ、すいません、ちょっと私今小声で喋ってたんですよ。この設定はね、ちょっと今実は別なので開いたんですよ、なんか開かなくなっちゃったんで、はい、どこまで聞こえたのかなっていうところ気になるんですけどね、はい、あ、フリーダムの宣伝途中から聞こえましたって、あ、これは聞こえるかどうか、そう、宣伝してたんですね、はい、はい、そこ宣伝途中から聞こえました、これは切れてからですね、うん、のことですがね、まあ、ブルースさんの悪口を言ってるあたりからということで、じゃあそこからですね、ブルースさんはですね、いや言ってはないですけどね、はい、まあですね、今回は本当にブルースさんに貴重な体験をさせてもらったんでね、今回は、はい、お礼だけ言っておきますんで、はい、じゃあなんだっけ、第1位第1位だったっけ、あ、はい、じゃあ第1位かな、はい、じゃあ第1位いきます。第1位は愛ということでね、なかなか愛って伝わらないよねって話しようと思ったんですよね。すいませんね、これグダグダになっちゃったね。まあどっちみちね、これつながってたとしてもですね、今日のなんかオチはいまいちだなと。そうです、最初でなかなか伝えたくても伝わらない、それは愛だということで終わろうと思ってたんですけどね。いやーいいのかなこれでと思って。はい、まあそんなわけで、これ本当ね、まあ、びっくりしちゃいましたね、まあ、ちょっと反応が欲しかったところですが、はい、ちなみにですね、今皆さんの画面に映っておりますこのベネルッパの画像ですね、はい、こちらは合成となっておりますが、実はこの背景モンゴルでございますと。先々週ぐらいにも言ってるね、はい、ね、なんかブルースさん聞いてたっけなと、記憶がモンゴルといえばブルースさんと思ってたんですよね。なんか今メッセージチャットのメッセージの方ではですね、モンゴル語でなんか返してきましたけど、どういたしましてつったんですね、違いますね、大丈夫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 ズゲールズゲールって言うんですよね。最近なんかモンゴル語を覚えてきて、なんか威張り出してきたんですね、ブルースさん。これはなんかね、1時間モンゴル語放送とか楽しみにしてますけどね。まあいや、そんな関係そんな関係でそんな関係でじゃないですね。なんか変なつながりになりましたけど。うん、まあ今週のランキング、伝えたいけど伝わらないということで、伝わらない話のランキングでした。ここで一旦 CM です。最近運動不足のベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ健康診断で肝臓が引っかかったベネルッパです。
毎週月曜夜10時から1時間ペペペペベネルッパ、シュークリームの食べ過ぎで銀行の残高が心配なベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ペペペペベネルッパ。この番組では日常のしょうもないランキングを発表する。おふくろへ、最近顔見せないけど俺は楽しくやってるよ。寂しい時もあるけど、そんな時はナスウェーブを聞くと元気が湧いてくるんだ。これからも息子をよろしく。毎週火曜夜10時からカモン雄三の優しい独り言。ナスウェーブ初の女性パーソナリティブルースがナスの情報を中心にお届けする1時間、ブルースのハートオブマイン、毎月第2第4水曜日夜10時から。ナスウェーブマスコットのあーちゃんも時々登場するよ。よろしくお願いします。やるなら今その時が来た。インターネットラジオ放送局ナスウェーブの FM コロナがお送りしているコロナ店長のコロコロトーキングは、宇都宮コロナスタジオに毎週素敵なゲストを迎えて楽しく放送している。毎週日曜日夜10時からコロナ店長のコロコロトーキング、みんな聞いてくれ。懺悔のコーナーの時間がやってまいりました。このコーナーはベネルッパの1週間の行動を振り返って反省するというコーナーです。ベネルッパが懺悔をして許してくれる場合はこちらの音が鳴ります。許さないという場合はこちらの音が鳴ります。はい、ブーが鳴った場合はですね、皆さんの画面に行って、私の画面に映ってない、ね、あ、映りました。だから USB がですね、はい、おかしいですね、パンダのあれまあこれもパンダの貯金箱に100円を入れるという画期的なコーナーとなっております今日ボロボロだこれこれ動画じゃないですね、動画じゃないです、静止画ですね、はい、100円入るの入ります足ります入れましょう、はい、大丈夫ですかね。いや、まあ、そのマシントラブルですこれ。はい、そんなわけで、まあ今週サクサクと懺悔いきますとですね、はい、まあ、あのアイスクリームのピノって知ってますか皆さんね、はい、まあ、チョコレートの中にバニラっぽいのが入った、あの、まあ、6個入りの箱のちっちゃいの分かりますかね、はいはい、あのピノをですね、まあ、母親が楽しみにしてたピノをですね、私、まあ、食べてしまいまして、はい、これはまずいと思いまして、代わりにミートボールを入れておきましたあ、何これこれはこれはちょっと待って、俺も100円入れよう、まあ、とりあえず100円聞こえっかな、これもう音がですね、もう、あ、今100円入れました。もうカメラが来てないですけどね、今日僕も残念ですねこれはい、僕なんとなく分かりました、さっきあのそういじってたところにですね、はい、あの良くないボタンがありました、良くないボタンが、はい、はい、今今100円を、音が鳴りましたというわけでですね、はい、これはどうしましょうねあのちょこっと延長で微妙な延長したいと思いますが、はい、はい、そんなわけでですね、もう今週はあれ、ブルースさんあるのかな、あります、あ、ありますね、水曜日、はい、ブルースのハートオブマインというわけでね、はい、今日のまあいろんな、まあ、モンゴルの話とかも聞けるのかなと思います。まあ、いろいろ用意してるのかなと思います、はい、さあ、次に行きたいと、ですね、毎週ですね、あの紹介してるんですが、これチョモさんにも触れられたんですけど、まあ、インディアンサマーの番組を紹介して、はい、いつの日か ベネルッパって言ってもらおうという企画をですね、あの、はい、勝手に進めてます。まあ、結構これは
コツコツ長い努力をしていく必要があるかと思いますが、はい、あえて言わないですからねこのリスナーたちに何かの表紙に聞いたときに、ああ私のこと言ってたっていうタイミングをですね、これあったらいいなと思ましてね、コツコツやっていきたいと思いますが、はい、まあ実はまあ水木と説明してたんで、今日金曜日の番組をちらっといきたいと思いますが、8月よりスタートの番組がありますね、はい、偶数週、偶数週の9時ということでですね、今週ですね、今週なんでブルーさんの番組の前ですね、これは金曜日、あ金曜日じゃないですか、違いますね、水曜日じゃねえ、金曜日頭がおかしくなってます私、はい、まあブルーさん、まあ、私は言った手前ですね、あのブルースさん金曜日もやってもらえればと思うんですがまあいいとして、水曜日じゃない金曜日の話ですね、はい、偶数週の金曜日の9時からですね、タンポポさんですね、はい、ハッピーアワーショートーク&ライブというわけでご紹介、栃木県や都内近郊で頑張ってるアーティストの紹介ということで、はい、栃木県、なんで栃木県、栃木県も含めということで、はい、なんだっけ、シンクロニシティの2人はの片方かな、男性かな、はい、栃木出身らしいんですよね、あ栃木だから栃木、はい、なんか、はい、うん、そういう関係もあってっていうようなことと、はい、こちらと絡みたいっていうのもあってですね、じゃあ、はい、この番組は本当にいや特にですね、はい、あまあいいんですけど、はいはい、まあ楽しみにしててください、誰が紹介されるか、あはい、もしかしたら多分出てくる名前は、はい、なんとなく僕は予想ついてる人の名前が出てくるんですけど、はいはい、まあ出るかどうかはさておき、はい、多分話の内容にはどっかには僕らも聞いたことのある人の名前が出てくると思いますんで、ね、この方は、まあ、インディアンサマーの中でも、こちらナスウェーブの方にちょっと協力的な、そうですね、という噂をいただいたんで、まあね、もう一回言いたいと思います、ハッピーアワーショートーク&ライブタンタンタンパパ、うん、どうですよね、聞いてたかな、ああの人言ってくれた、はいはい、ベネルッパ言ってくれたとか、はい、うん、言ってくれると思います、この人は金曜日にベネルッパーとか言ってくれればですね、はい、作戦成功なんですけどね、はい、そういうわけで、まあ、あともう一つありますね、金曜日の番組、はい、月1回9時って、これは先週やってましたね、月1回9時なんで、偶数週の9時がこの先ほどのタンポポさんの番組だというわけで、はい、まあ奇数週のどちらかってことになるんですね、そうですね、月1回だったかな、まあ、これは、毎月第1金曜日ってか、あ出てます ね、 ああすね、よく見ると月1回、はい、先週やってましたんで、はい、第1金曜日というわけで、こちらが、3MR と書いてですね、3 Meets Rise、はい、というわけで、こちらのやらかしという番組があるらしいんで、はい、この3人はですね、どうにかやらかしてくれればいいと思うんですけど、私のために、はい、はい、そんなわけでですね、はい、さあ、はい、これはちょっとまだ放送中ね、あと何、ここでですね、はい、あと明日の火曜日ですね、はい、明日のこの時間はですね、カモンユーゾーの優しい独り言というわけで、もうなんか、はい、怖い話をまた、はい、第2弾でやりますんで、ですね、はい、そんなわけであなたの少ない引き出しを少しずつ、はい、お待ちしておりますね、はい、怖い話ぜひね、はい、皆さん送ってください、で、まあ、先ほども言いましたが、今週の水曜日、ブルースのハートオブマインというわけで、はい、テーマはですね、今年の夏休み旅行どこに行ったという、うん、いうことですね、はい、はい、お待ちしておりますんでね皆さん無茶ぶりだ、楽しみにしててくださいというわけで、はい、今週もそろそろ番組を締めたいと思います、以上ベベベベベネルッパでした、また来週。